こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。15日から始まりました G1 岩木平オールスターも、いよいよ3日目、11レース、シャイニングスターショー。優秀戦ですね。こちらの予想をしていきたいと思います。はい、こちら概要ですが、えー、っと、こちらですね。 えー、関東が4社と厚みのあるラインとなっております。えなので、まあし、ひらは前を回るひらはの一度いのうまさからも考えても、ひらもそんなに調子悪くなかったですし、ひらが順当に先まくり打って、えー、っと、後ろの武田との争いが本戦なんじゃないかなと。え、一応、諸橋が、あの、 武田が抜け出したところをかわすかもしれない。一方、逃げたラインの番手の番手まくりがあるとすれば、まあ、平原がかわしての、この番手まくり打った選手の前残りも一応抑えてみてもいいんじゃないかなと思いました。 はい。では、もう少し詳しく見ていきましょう。12S s シャイニングスター a r s の、えー、メンバーです。はい。ご覧の9人ですね。えー、SKS 班が4人います。その4人は渡辺和成を除いて、みんな関東です。関東の、これを見ても関東の分厚さがわかります。 ええと、西端です。えっ、ー、と、まず、並びを見てみるとこ、このように関東が4人。えー、そしてですね、山長短期で、古生、村上。それから、新山、渡辺和成のラインというふうに、関東がやはり分厚い、えー、並びとなっております。 で、えー、バック回数は新山が圧倒的にトップ14回。故障も一応5回ありますね。えー、っと、渡辺和愛が3回で、これはですね、えー、と、競技をやってますので、もう少し実態は増えると見ていいと思います。それから平原が2回ですか。えー、っと、まあ、ホーム回数も似たようなもんで、新山が14回ですので、えー まあ、順当に行けば、新山が逃げる。もしくは、まあ、村上義弘を連れた古将が、に、古生が、新山を叩いて逃げるかもしれない。といったところかもしれないです。まあ、多少、あの、平原の、えー、奇襲戦考はあるかもしれないですね。で、山田は短期なんでも、あの、まくり一発にかけるでしょう。 というわけで、三連単のシリーズは、あれこれ、渡辺和成なんだ。えー。そうなんですね。あーそうなんだ。へ、えー。ああ、和成結構、二社単のオッズ見ると、均等に売れてますよね。やっぱり先行取るのが新山だっていうことで、 そこから番手からカズライが番手まくり打てば、あのー、平原がさせない。平原が後ろについてもかわせないと思っているっていうことなんでしょうね。まあ、初日は三着だったのか、まあ、松戸のですね、えー、っと、泣いた実、こちらに優勝してます。これはですね、前が、 姿が、後方からまくりを打って、不発になったところを外、外を踏んで、えー、まくり切って優勝でした。まあ、前の展開が結構乱れて足を使ったというのも、渡辺和成、幸いしたのかもしれないですね。もう、あの、バックではもう、和成、和成の勝ちパターンだったなっていう印象があります。 今回はどうなんでしょうね。新山も確かに2着、え積極的なレースを心がけてますから、それで、ね、平原がまくれないという可能性があるのかって言ったら、今場所の平原悪くないですからね。弥彦も比較的 準決勝こそ、あの、破れされましたが、それ以外は一着取ってますから、まあ、隙はないんじゃないかなと。あと、諸橋ですよね。諸橋も気をつけないといけないですよね。で、竹野東樹も、なん、まあ、平原を初日は刺して一着取りました。落書の影響はそんなにないような感じは見受けられます。 で、おっ二社単のおつ見てみると、一番人気は、まあ、武田の河締め、えー、二番人気が平原の押し切りの7227が人気で、で、それからですね、渡辺和成が結構人気し、あ人気してる感じはありますね。まあ、村上のオっつを見れば、 村上やですね、山田のオッズと比較すれば、ちょっと渡辺の人気が、あの、抜けているのはわかります。まあ、これはあの、新山が先行するから、バーテ絶好で、えー、回れるというのはあるんでしょうね。まあ、問題は、新山がどこまで強いかっていうことではあるんですけど、 まあ、買いやすいっていうのは確かでしょうね。村上やら山田よりは。ということで、意外とですね、平原武田で硬い、あの、音が集中するんかなと思ったんですが、結構、あの、思ったより割れたというか、平原武田の裏表がついてるということで、 えっと、逆に、あの、美味しいんじゃないかなと思います。で、えー、先方的にはですね、えー、っと、やっぱり、新山が逃げるか、新山が油断すれば胡椒が叩くか、平原の奇襲があるかの、いずれかになるかと思います。えー、っと、確かに平原もですね、えー、っと、新山に、 すんなり逃げられたときには、3番手をすんなり取れればいいですけど、あのー、優秀競争なんでそうではなく、足を、あのー、測る競争、自分の足を、あのー、自分の足はどんなものか試す競争をする可能性もありますよね。まあ、逆に、あのー、ここは足を温存ということで、な えっと、無理をしないという可能性もありますが、やはり4人つけ、四人のラインであるからには、早めの仕掛けを心がける、じゃないかなと思います。なんで、えー、っと、まあ、初日同様、最後は武田が刺すんじゃないかなと。で、校長、諸橋も、やひこ記念取って、校長が続くであろう、続いているであろう、諸橋もですね、指し目十分あるかと思います。 もしですね、新山の係がよく、渡辺の番手まくりが遅い場合は、まあ、平原が焦って踏んで、不発になって武田が来る可能性もあるんですけど、一応平原が、えっ、ー、と、渡辺和成が、や、村上義弘が番手から抜け出したところを、さらに刺すんじゃないかなと思いまして、えー 2123を押さえとしてみました。えー、っと、2123だとあ、21は安いけど、23は結構つくんですよね。ちなみに7173は28.42.7か、ちょっと狙いすぎな気はしますけどね。これらは。まあ、73はちょっと厳しいかな。 93とか面白いかもしれませんね。93だったらかなりの高配当になる。ああ、238倍ですか。あまあ、もっとも、まだあまり買われてない可能性があるんで、おつは変動するかと思います。えっ、ー、と、当日予想あの、ご確認の上、ご購入お願いしますえ。もう一度繰り返しますと、あの、このように、えっ、ー、と、平ら が、最後は仕掛けて、えー、番手を武田の指す7227、えー、諸橋との7997を中心に、えっ、ー、と、もし、平原が、あのー、3番手を取って、直線勝負ならば、平原から渡辺、えー、もしくは、古生が逃げた時の村上と行きたいと思います。 はい、えー。ここまでご視聴いただきありがとうございます。はい。この画面、最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト流れます。お時間がありましたらそちらを見ていただければ嬉しいです。また、チャンネル登録、高評価、コメント、えー、ブログ、ツイッターなどを見ていただければ嬉しく思います。はい。というわけで、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。